はいこんばんは今井です本日もですね第54回国家試験の午前の問題13問目について解説していきたいと思います問題はこちらになりますこれは別冊の問題ですね82歳の女性転倒して右股関節を訴えた X 線写真別冊ナンバー2を別に示すと疑うべき疾患はどれかというところですこの時点で昨日もお伝えしたんですけどもグループ分けができますなのでこの時点で別冊を見なくても消去法が使えます まあここでのヒントっていうのは転倒して右の股関節痛を訴えたというところですねで転倒してるっていうことは骨折が疑われますので骨折を見ていけばいいんですけども右股関節と言ってるので股関節に関する痛みを出しそうな部分っていうのを見つけていくとそうすると1か3しかないわけです245はどちらかというと骨腕ですよね恥骨結合だったり恥骨の骨折だったり座骨骨折だったりこの場合、まあ、転倒して右の股関節を訴えたというところ まあ何かしらの骨折を疑うんですけども右の股関節って言ってるのでやっぱり股関節を疑うなので、えー、と別冊を見る時に股関節右の股関節周辺の骨の状況を見ればいいですなのでもうこの時点で245はほぼありえません痛みを訴える場所としてねお尻をついたとかだったらまだわかるけどこの時点で X 線を見なくても、えー、ともうすでに2と3の分類、えー、と2と3の分類を作ることができましたね 1> 1と3とと、まあ、前のの問題と同じですね2 4 5の分類骨盤の骨折か、えー、と股関節の骨折かというところですねで見ていくと股関節の脱臼ってすぐ分かりますから実際見ていきましょうこれ見ていくともう脱臼してないですね脱臼してたら明らかに球外に対して骨頭が外れてる状態ですので見ていくとこれ天子部骨折まあ筋肉部骨折って言ってますけど天子部のところに若干こう薄くラインが入ってます上の方ちょっと分かりづらいかもしれないんだけどでこれ筋肉部骨折なので 回答としては3になりますこういう画像系の問題特に骨折系の問題っていうのは骨折線のところ、えー、と明らかに左右で見た時に違う線が入ってたりするのでそんなに難しくはないんですけども画像の見方として難しくはないんですけども今回のこの13番に関してはこの問題文である程度絞れてしまうというところですねでもう転倒してっていう場合は大体骨折ですから転倒して股関節が脱臼するってどういう転倒の仕方 っていう感じですよね。転倒して、今回の場合は肩部骨折でしたけども、えっ、ー、と頚部骨折。 がえーと回答問題文として出ることが多くあります。で、頚部骨折に関しては関節包内骨折か関節包外骨折、まあ頚部骨折の中でもね、大きく分かります。これは、えー、整形外科的に関節包内骨折に関してはもほとんど人工骨頭になります。なんでかっていうと血流がないので、昔ちっちゃい時は骨頭動脈っていうのがあって骨頭の先端から動脈があって、えー、血液が流れててここを成長させることができたんですけども年取るにつれてこの骨頭動脈 っていうのは人体になります。 なのでここに栄養血管がほとんどない状態なので骨融合が望めない。その時に関節包内関節包内のこのね骨頭の先端部分の骨折をしてしまうと骨融合できないので全部解かえてしまうっていうことが多くあります。まあ、この辺はね皆さん実習等で経験されてるからわかると思いますけども関節包内骨折と関節包外骨折では明らかにえっ、ー、と手術オペの術式がだいぶ変わってきます。で関節包内骨折まあ、これはちょっと臨床的な話になりますけども関節包内骨折を ししてしまうケース転倒しししてて単純に転倒してしまうケースは頸部骨骨折折または転部骨折が結構多いですたなのでこう転んでここだけバンって打ってしまう、まあ、大転移だとしてバンって,折って、えー、と打ってしまって骨折する場合は人工骨董にする必要がないケースが多いんですけども転倒の時にねじった状態で転倒する例えば振り向きざまに転倒してしまう時そうすると股関節がねじれた状態で折れてしまうそれって関節包内骨折を起こしやすいんですね。 ジョイントプレーの状況ジョイントプレーの中でポキって折れてしまうと関節包内運動が起きた中で骨折してしまうつまり関節包内骨折を起こしやすいこういった場合は人工骨頭になりやすいので折れた時の状況例えば誰かに呼び止められた時に転んじゃったのかあとは結構多いのが犬の散歩をしていて引っ張られた瞬間に転んでしまうそうすると股関節にねじれが生じた状態で転倒してしまうケースがあるので。その転倒したケース 転倒した状況っていうのを細かく問診の中で聞いていくとあ確かにねじって、えー、と股関節をねじった状態で転倒していたんだなっていうのが状況として把握,すること把握できることが多かったりしますのでその骨折した状況まあ覚えてない人も当然いるんですけどショック状態でね覚えてない人もいるんですけどそういった問診も結構重要になります。 そうなったらじゃあトレーニングとしてはそういったその瞬間的瞬発的な動作の時にどう姿勢反射として立ち回れるかっていう能力を鍛えておかないとまたね同じような骨折をしてしまい,しま,いますので人工骨頭を入れたから「ああじゃあ OK です」っていうわけではなくその瞬間的な動作の中でどう自分がねどうその患者さんが対応できるようにしていくかっていうのもリハビリの中で重要になりますので骨折したシーンの状況の、えー、と問診っていうのはなるべく細かくやっていく。まあ、今回に関してはね、まあ テクニック的な部分昨日に引き続きテクニック的な部分をお伝えしましたあ、まあ、プラスアルファとして臨床の場面でね、こういう患者さんが来た時にどういう対応すべきかというお話も加えて説明してみましたまあ、昨日今日とね、国家試験の問題を解説してみましたけどもこの2つ絶対に落としてはいけないです このレベルであればなんでかっていうととと知識ほんんど必要としななかからなんか国家試験ってある程度知識がないと回答できないと思っている人が結構多いんですけど実は回答ののたためのテククニックってのはたくさんありますこれは今後ね皆さ,んの中皆さんに対して説明はしていきますけどもこういうテクニックをいくつも身につけておくと点数を拾い集められますので知識だけを揃えていくこういうテクニックっていうのを一つ一つ身につけていくと点でなんとかこう首の皮一枚残るってことが結構あったりします。 こういうテクニックもね大事に、えー、と国家試験ではやっていきましょう、まあ、今後もねこういった解説のし方をしていきますのでもしね希望の、えー、と解説希望の問題があればメッセージ等でご連絡いただければというふうに思いますということで本日もためになったよと思っていただけたらいいねまたフォローまたはチャンネル登録お願いしますということで本日は以上になりますでは